地震島は2013年9月24日地震によりパキスタンバルチスタン州沖に出現し約3年間にわたって存在し続けた小さな島である2016年末に破植によって島は水没した地震島は泥火山である可能性がありパキスタンバルチスタン州クワダル沖のアラビア海に位置する二千十三年九月十四日同州を襲った マグニチュード7.7の地震の最中に海中から出現した。この島の形成は一時的なものに終わる可能性がある。パキスタン国立海洋研究所所長、アリラシード・タブリーズは、この島が出現した原因は海底のメタンガスの噴出である、と話した。タブリーズ博士は、このような島は過去にも現れたことがある。この新しい島も、また、 長期間は存在しないだろうと語った。そして、その予想通り2016年末までに地震島は完全に消失した。この島はパキスタンの海岸線から見える。科学的な検証はまだだが、この島は岸から110メートルから1.6キロメートルの間にあり、標高は6から12メートル、幅は約30メートルである。ラーホールジャニトリエルサービス。 ありがとうございます。